こんにちは、篠田敦史です。イヤートレーニング会です。さっきねレッスンしてて、その生徒さんが TM ネットワークのねゲットワイルドが好きって話をしてて、ああこれ問題にしようと思って、これからやっていこうと思います。さあゲットワイルドね、タイトルだけでもしかしたらピンと来ない人もいるかもしれませんが、これです。キーは B、ね、B メジャー、4分の4、4小節です。ではやっていきます。キー B です。キー B です。ではコードだけ弾きます。ではコードだけ弾きます。ではメロディーとベースといきます。ではメロディーとベースといきます。では最後に、もう一回弾いて、答え合わせとします。1、2、3
はい、どうだったでしょうか。前回まではね、毎回律儀に弾いてたんですけど、こう繰り返して弾くのよく考えたら編集してコピペすればいいなっていうことに気がついたので、一応ね2回ずつ繰り返したかなと思うんですけれどもね、同じ映像を今回からね使ってみました。はい、じゃあ答え合わせです。はい、どうでしょうね、キーが違うだけでちょっと取りにくいとか慣れてないキーであるんですかね。やってること自体は6451の繰り返しですね。最初 G シャープマイナーで、最初のメロディーはねピックアップ、ね、あります。ゲットですね、ゲットマイエンターフですね、ゲットの最初の音ね。で、E ね、4度で5度いくんだけど、まあよくありますね。サスフォね、元の音源ね、なんならコードちゃんと弾いてないまであるから、どうともね実はつかないのかなってちょっとさっき弾いてて思ったんですけど、まあもし表記にするんだったら、ちゃんとコード表記にするんだったら、僕だったらサスフォにするかなと思います。まあこのその C のね、ナチュラルの音が強調されてるから、ここであの思いっきりそのトラードというか F シャープのまんま弾いちゃうと、ちょっとこの後これとぶつかっちゃうので、サスフォあとは繰り返しで、ここさっきちゃんと僕F シャープ、サス4じゃなくて F シャープで弾きました。で最後ももう一回 B の音来てるじゃんと思うけど、まあ単純に一瞬だから、時間どれぐらいその音に対して時間を割いてるかの違いですね。という感じで、やってみました。またなんかね、題材見つけてこうやって問題を出して、やっていこうかなと思います。ということで最後までご視聴、いただきましてありがとうございました。